やっと会えたね。いつも SNS のコメントありがとう。すごい嬉しかった。これからは握手会もだし、劇場公演もいっぱい一緒に楽しもうね。はい、 AKB48 チーム系キャプテンの小見春子と小見山遥です。今は皆さんと会えない日々が続いているので寂しいんですけど、また会える日のことを楽しみにお家の中で今からすごくワクワクしています。なので皆さんも次に会える日のことをシミュレーションしておいてください。健康を一番に、今はお家の中でできることを一緒に楽しみましょう。ではまたね。こんにちは、藤岡舞人です。今日は K スタイルさんにインタビューしていただきました。写真集もインタビューの内容もどちらも楽しみにしていてください。バイバイ。今回、猫物件で立花治役を演じました細田彼方です。え、痛い。ちょっと待って、痛い、これめりめりめり、痛い痛いよ。無理、もう無理痛い痛い痛い。週刊プレイボーイをご覧の皆さん、こんにちは、斉藤愛理です。お久しぶりです。神奈川県に来ました。全然知らないところです。自然豊かで綺麗です。やっぱり今年初です。もう楽しかったです。グラビアの中でも2回目なんですけども、今回もはい、楽しく撮影させていただきました。嬉しかったです。あの白のビキニのにあのシャツをかぶって普段で撮った撮影がすごく、衣装も素敵だったし、はい、なんか一番今回の現場で和んできたぐらいの表情、いい感じに撮れたんじゃないかなと思ってます。でも今これ着てるデニムのも海で撮った衣装も素敵で、はい、とても背景と合っていて、背景っていうか風景合っていて、はい、いい感じになったんじゃないかなと思います。やっぱりそのご指導いただいたっていうのもあるし、あとはもう撮影の雰囲気がすごく和んでるっていうか、あのスタッフの皆さんがすごい話しかけてくれたので楽しく撮影ができて、緊張もほぐれて、だからこんな感じに出た表情にそれが出たんじゃないかなって思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。たくさん、出来上がった雑誌を皆様のお手に渡って、どんな風に思ってくれるかはわからないんですけど、頑張って撮影してきたのでぜひご覧ください。ありがとうございました。改めまして、どうも新リーダージェシーです。よっ、おめでとう。ありありがとう、ガトガト。リーダーだからこれやりたいみたいな。あ、リーダーだからね、なんだろうな。あ、かわいい、両手で隠してどうしようかな。隠しちゃう。慎太郎は前回は月一リモートね、うんうん、まあ、月一お散歩。全員で、全員で、どの辺かな。やっぱ公園攻めたいから。攻めたい。
井の頭公園からまずね、まずね、大きいよ結構、うん、そっから、まあ、昭和記念公園行ったり、うん、トランポリンできる、トランポリンできるし、代々木公園もいいですし、うん、でも公園ちょっとお散歩をね、やっぱり年を取っていくと体もね動かさない時間も長くなったらね、まあ、そうね、座っちゃった固まっちゃうから、うん、ちょっとお散歩をしたいなと思います、はい、いいね、はい、まあ、よろしくお願いします、よろしくお願いします、おめでとう、おめでとう、アイドル日本へようこそ。ファースト DVD ターコイズブルーの誘惑を発売する AKB48 の小宮山遥です。まずは本編映像ダイジェストをご覧ください。もちろんすごい自分としてもあの瀬形三四郎当時大ブームを起こして今もなお人々に、まあ、セガファンの方々に本当に人気なキャラクターで、その同じセガのキャラクターを僕がやらせていただくっていうのは自分としてもありがたいことだなと思っております。お疲れ様です。めっちゃ緊張しました。そうですね、でもなんかその朗読っていうのをさせていただくのが初めてだったので、なんか最初はどういう企画なのかなっていう、なんていうの、ワクワクみたいなのを感じました。そうですね、なんかその私が選んだテーマに対してなんかどういう作品が集まるのかなっていうのをすごくなんていうのドキドキしながら読んだりしてたんですけど、実際に自分がどういう作品を読むのかなみたいなっていうのをなんか読みながら考えたりしてました。なんかどう動いていいのかというなんか模索しながらだったので、なんかすごい緊張しました。当たって砕けたその後にの方の大丈夫ってなんか自分に言い聞かせてるセリフがあるんですけど、なんかすごいなんて言うんだろう、なんか強がってる女の子みたいなっていうのがなんかすごい印象に残ってます。そうですね、めちゃくちゃ難しかったですね。なんか何て言うんだろう、なんかそうですね、難しかったですね。なんて言えばいいの、はい、そのこれからの何て言うんだろう、私についてのこととかも書いてくださったり、なんか何て言うんだろう、すごい未来に向けてのみたいな、なんかちょっと頑張ろうって思いました。その2つの作品をなんか別の人に見せたくて髪型を変えていただいたりとか、自分の喋り方だったりとかをなるべくなんか違うように見せれたらなと思って頑張りました。いやー、なんかちょっとでもなんか頼りない男の子みたいなっていう印象があります。いやー、でももうその学生時代は戻ってこないし、もうその時でしかないから、もうみんな頑張れっていうもう気持ちです。はいはい、台本をいただいた時にどうしてもその文を読んでしまうことが多くて多いので、その棒読みにならないように気をつけてます。今回その度合いというテーマで募集させていただいて、もう本当に多くの作品を投稿していただいて、すごくなんて言うんだろう、なんか同じテーマなのになんかいろんなジャンルのお話がすごく読めてとっても楽しかったです。本当にありがとうございました。今回この2つの作品を読ませていただいて、青春のなんか恋愛のなんか忘れかけてた気持ちみたいなのを思い出させていただきました。お手紙でいただいたように、これから一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。割と素に近いような形でスタッフさんたちとすごい喋りやすいというか、
仲良くさせていただいたので、すごい、リラックスしながら、ワイワイしながら撮影に挑んだので、本当に素に近いような形で撮影させていただけたのと、あと私服と自分のアクセサリーとかつけたりもしました。どうですか、なんか100点中100点でありたいです。この表紙の濡れてるシーンなんですけど、寒い寒いって言いながら撮影に挑んで、もう冷たいって言いながら撮ったんですけど、その後にこの毛布にくるまってるカットを撮影させていただいて、モフモフでふかふかしててあったかかったので、ちょっとうとうとしながらというか、なんだろう、リラックスしながら撮ったというか、そういう撮影のエピソードはあります。なんか家族で毎年やっているんですけど、弟が10個下で7歳なんですけど、弟にクリスマスプレゼントをちょっと用意してて、ちょっと前々から何が欲しいの、サンタさんに何頼むのって聞いてて、で、そのできるだけ弟が欲しいものを用意して渡そうと思ってます。それは用意できたんですか。はい、ゲームのカセットを用意しました。皆さんこんにちは、橋場夏実です。今日は私を知っていただくために1分間の Q&A に挑戦したいと思います。でも直感タイプなので、すっごい難しい質問来たら決まっちゃいますけど、いけると思います。あ、はい、すごく緊張しました。見てたんですよ、僕、大山さんの、はい、はい、出演が決まる前から。なのでこのやっぱりもうシーズン1を取り切ってるこの中に入るのがすごくいい意味でプレッシャーだったので、ワクワクもしてたんですけど、ド緊張しながら、はい、やってました。au ハロプロ携帯図鑑株式ファクトリーの浜浦彩乃です。はい、私が持っているのはこちらの携帯です。こちらは2015年に発売された携帯みたいなんですけど、すごいピンクでね、すごい私メンバーカラーがピンクなのでちょっと愛着が湧きますね。私は au さんにはずっとお世話になってるんですよ。私がハロープロジェクトに入った時にこう携帯をね、お母さんに買っていただいたんですけど、その時にもう私 au だったので、もうずっとずっと、まあ、これからもね使い続けていきたいなと思います。バイバイ。今日はちょっと現場なんで大きめなんですけど、最近はこのバッグを使って、よく動いてます。まあ、いつもだとちっちゃいバッグが多いんですけど、台本とか、タブレットとか入れてるときはこれにします。最初は、はずいな、歯ブラシ。これは、なんか歯ブラシってなんか普通なんかビニールみたいな多いじゃないですか。これ黒くてかっこいいなと思って買って、現場行くときは絶対歯ブラシを僕が持ち歩きます。まあ、絶対持ち歩くのはこの、まあ、イヤホンですね。でこれがですね、このカツって書いてあるんですけど、これは三島大社の佐野隼人にもらったお土産です。これを今年1年はこれをつけようかなと思って、鈴なってなくさないんでめっちゃいいです。で、まあ、充電器ですね。でこれはまあ本当にいつもマネージャーさんに充電器ありますかって借りて、もう1年ぐらい経ってたんですけど、春の夏です。今回初グラビアに挑戦してみて、撮影中ずっと楽しいなっていう印象で、人になんか普段そんなに撮られることってないし、水着も普段あんまり着ないので終始新鮮な気持ちで撮影できました。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。ゼロの夏木すばです。最初なりにすげえ掛け合ったんですよ。本当にすごいですよ、あの人。すごいですよね。ちょっと恥ずかしくなる時あるんですけど、見てて、いやちょっと待って頑張ってと思う時あるんですけど、それでもちょっと頑張って結構気にしちゃって、久々にウェブじゃないですか、本当に。だから僕ウェブはあれなんですけど、小説とか久々に面白くて、気にしちゃ
地図なんですけど、やっぱりどうしても自分にないものを求めちゃうじゃないですか。いや、なんかあんな熱くまっすぐってかっこいいなって思ったんですよね。主人公だなって思って、うん、多分僕だったら村人 A とかなんですけど、あんなスーパーヒルになりたいなって思って。アニメってリゼロは、ちょうどアニメ離れた時期で、まあ、ほんと最近なんですよ、アニメ。こんな今、また面白いアニメやってると思って、久々にすごいハマったので、一回、一からアニメを見る。映画で逆光の頃っていう映画を最近やっていたんですけど、その監督の方で、ボンリンの監督で、すごい、あんまり数少ないところのアニメ画を一緒にお話しできるので、でリゼロは見た方がいいと思います。早乙女優です。私はですね、今年から大学生になるので、昨年よりもより一層こうお仕事の方に力を注いでいきたいなと思っていまして、特に映画だったりとか舞台とか、まあ、お芝居の方に力を注いでいけたらなっていうふうに思ってます。CM とかもね、いろいろやれたらなと思ってるので、まあ、チャンスがあればいろいろとやっていこうと思います。はい、ミサイトルです。好きな映画はトランスフォーマーズ、車が好き、街を変える、そんなこといろんな好きな車があるんです。それが好きです。好きな漫画だとブリーチとかドラゴンボールとか、そこら辺です。はい、です。あ、もう見るときにその風景画を描いてるところしか見ない。個人的に風景画を描いてるのが好きで、あのスピードが速くなって、あれがすごい見てて好きなんですよね。いないですね。あえて自分の中でやりたい俳優さんとか尊敬する人は作らないようにしてない。相手に怪我をさせないとか、相手と人と必ずやることが多いと思うので、相手の人に対して失礼がないように心がけます。今までやってきたのは農薬を本当は違うところで違う形でやっていきたいと。その一本一本を今は細い状態なんで、それをさらに太く太くしていきたいなと思います。そう、じゃあいきます。普通のでいいですよね。なんかどんなやってるか分かんないですけど、普通のでいいです。オスカープロモーションの吉田リリカです。今日は多聞院の坂を登りました。階段を登るのはとっても難しかったです。オンエアぜひご覧ください。今回初 TGC だったんですけど、いろんな出演者の方がいらっしゃるので、僕のことを知ってくださっている方がどれぐらいいるのか少し不安なところもあったんですけど、すごく近くにも僕の道を持っている方がいらっしゃって、で、僕のことを知らない方もたくさん盛り上げてくださって、すごく楽しかったです。また出たいなと思いました。私は今年で芸能っていう業界に触れたのが今年から初めてなので、やっぱりいろんなことをお姉ちゃんに教えてもらって、まだまだ未熟なのですが、これからもお姉ちゃんに教わって頑張ります。本当に歴史あるビビ国宝級イケメンランキングのネクスト部門にランクインしまして、投票していただいたファンの皆さんの本当におかげだと思いますので、投票したいって思わせる人間なんだなと感じて自信を持ちたいとこれから思います。はい、川瀬理子21歳、愛知県出身です。本日はこの場にグランプリとして立っていることが本当に夢のようです。皆様ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、俳優の道見明です。今回はこちらの那須井坂走らせていただきました。こんなね不思議衣装で撮ったので、ぜひ放送楽しみにしていただければなと思います。バイバイ。
高校3年生17歳糸原みなみです。将来はモデルや女優さまざまな分野で頑張りたいと思ってます。持ち前の笑顔と明るさで頑張るので応援よろしくお願いします。あ、もういいですか、待ってますか。はい、待ってます。なんか自分がなんか緊張するな、一番緊張するわ。言います。皆さんこんにちは、中島健です。本日はなんとスタジオをねお借りさせてもらってて、スペシャルなゲストを呼んでおります。早速呼んでいきます。どうぞ。え、待ってますよね。最近できるようになりました。ケーキ屋さんでした。ケーキ屋さんになりたかったです。わかんないです。でも多分なかったんですよ、夢が。だからケーキ屋さんって言ったんだと思います。いや、絶対なってないですね。あの、今の仕事してなかったら公務員になりたかったです。学校の先生とか、はい、人に教えることが好きなのと人の前に立つことが好きだったので学校の先生になりたかったです。ゆか先生。え、でもゆか先生ってなんか保育園の先生っぽくないですか。え、でもなんかそういう可愛い先生になりたかったですね。皆さんおはようございます。こんにちは。こんなにたくさんの方いらっしゃってますが、雰囲気いかがですか。いや、こんなに来てくださると思ってませんでした。月曜日ですよね、今日皆さん、うん、そうですよね。どうした、学校終わってから来た。あ、早退してきた。宿題はちゃんとやるんだよ。いやー、ようやく奥野の前に立てるのかと。1年間サポート役に徹してきましたが、ようやく俺が一番だと。お父さんとお母さんの言うことちゃんと聞いてますか。聞いてる、聞いてる。偉いじゃん。先生の言うことも聞いて、友達に優しく、みんなでね楽しくね、自分のやりたいことやって、元気にしてればきっとね仮面ライダーになれるからね。皆さんこんにちは。東京図書の2022イメージガール提供の北川美美です。今年初めてのオートスタートに参加させていただくことができてとても嬉しいです。 A クラスみんなで盛り上げていきたいと思うので皆さんもよろしくお願いします。子供が好きっていうのが一番似てるなと思ってて、トーマもやっぱ自分のファンタ、自分のお店で子供に読み聞かせをするんですよ。で、子供と喋るときはすごい笑顔になるし、やっぱそれって好きじゃないと出てこない表情だったりとか、僕も結構子供と話したりするときにデレデレしちゃうし、だからそういったところは似てるなって思いますね。あとは僕も結構なんか人に意見物を言えなくて、トーマもそうなのって言われたらあんまりそういうわけでもないんですけど、どっちかというと僕も相手の意見を結構飲むタイプなので、そこは似てるかなって思います。上堀監督にが組の時にやった時、やっぱ最初の方だったのでたくさん怒られたんですよ。たくさん怒られて、で結構その撮影も遅くまで、遅い時間までやってて、朝からだったので結構クタクタで、その中最後アフレコをやったんですけど。トレンビーをご覧の皆さんこんにちは、村山優香です。現在放送中のウルトラマンデッカーのヒロインをやらせていただいております。ウルトラマンデッカーの見どころは、これから成長と友情がどんどん深まっていく物語となっております。皆さんぜひご覧ください。ウルトラマンデッカーテレビ東京系にて毎週土曜朝9時から放送スタートです。よろしくお願いします。僕は最初本読ませていただいた時の俺道が演じたすぎて仕方なかったっていう、そのまだ決まる前ですけど、もう絶対やりたいっていうところが大きくあって、リーザもだから決まった時っていうのは本当に嬉しかったですし、なんかそのワクワクっていうものがずっとあった感じでした。その現場入るんで、たけるさん、もう僕はもう本当ちっちゃい頃見てたたけるさんと
同じ役をやるっていうことへのなんか実感の湧かなさがすごくあったので、なんかちょっとなんか実感が湧いてない感じがずっとありました。はい。どんな唯一無二女優さんになりたいなと思いますね。なんかよく事務所の社長さんとよくお話しするんですけど、こうよく凛は唯一無二の女優になるんだよってよくおっしゃっていて、私もそういう存在になりたいなと思って。でも最近思うことは時間の流れがものすごく早いなと思います。なんかでも、なんかこうすごく1年が今なんか24時間でもすごい早い、1年経って2年経ってってこうやっぱりこうものすごく早いから、なんかパッて思いついた時に何かすぐやるぐらいの速さがないとなんかダメだなってすごい思いますね。どうも、桜井海人です。さあ、ということでタイトルにもある通り質問コーナーやっていこうと思います。今年の抱負は何ですか？見栄を張らないこと。ドラムを始めたきっかけ？きっかけは、家でワンオクロックさんのライブビデオが流れていて、それをパッて見た時にドラムのともやさんの動きとかアグレッシブにこうドラムを叩いて、こう見せるドラムを叩いてるところがすごくかっこよかったからです。ファンに一言。みんな、いつもありがとう。最初に聞いた時はやっぱり純粋に、嬉しいなという気持ちもあったんですけど、でもやっぱり、10年ですか、アンジュルムに加入して10年でハロープロジェクトに加入しては11年に、なったんですけど、本当にこのアイドル人生というかハロープロジェクト人生、アンジュルム人生をこう何一冊にこういう一冊に残せるだなという、本当に嬉しい気持ちが一番大きかったです。リアルサウンド映画部 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、藤枝良樹です。リアルサウンドにちなんで音楽、テック、ブックの中からお気に入りの作品を選んでトークをしていきたいと思います。いやー、どれにしようかな。ちょっとじゃあ真ん中でブック、本。うわー、本とは無縁な人生を送ってきたんですけど、嫌われる勇気という本が一番読みたくて、僕の周りでも読んでる人がたくさんいるんですけど、僕はなるべくこう万人に好かれたい性格で嫌われたくないんですよ。なのでその嫌われる勇気を持って、なるべくこう常にこう自分に自信を持っていたいので、まあ多分万人に好かれるって多分ものすごく難しいことだと思うんですけど、一旦その考えを捨てて、嫌われる勇気という本を読んで嫌われる勇気を身につけたいなと思います。僕が出演するドラマ、もしもイケメンだけの高校があったらが毎週土曜に放送中です。現在様々なイケメンの定義が人によってこう違うと思うんですけど、このドラマを通して自分なりのイケメンの定義みたいなものを、探していただきたいと思います。ぜひ見てください。はい、2日間いろんな撮影をしてもらって、最初は照りがあったりしてセリフのシーンとかなかなかうまくできなくて難しかったんですけど、本当にいろんなことができて、バレーの衣装を着たりとかピアノも弾けたり、テニスもしたりいろんなことをできたので、いろんな私を撮れてるんじゃないかなって思います。最後にすごい水浸しにされていじめられたんですけどでもそれも全部ひっくるめてすごい楽しい撮影でした。これからもいろんな活動を頑張っていくので応援してください。バイバイ。やっぱりまあ嬉しかったというのもあるんですが、僕自身猫を飼ったことがなかったので、まあ、いかにどう猫と接するかっていうところで、まあ、おさむに関しては猫を飼ったことがないといえど、その
まあ、表面上の好きじゃないというか、ちゃんと猫に猫と向き合った上で猫のことを好き、心の底から好きな人なので、どうこれから猫と接していこうかなっていう、そのなんか不安みたいなのはありましたね、はい。皆さん新年明けましておめでとうございます。上大迫勇気です。今回は今まで書道を習っていたことがあったので、書き初めに挑戦してみようと思います。これまで共演してきた先輩方だったり、こう他のドラマじゃない現場で会う方たちに見てるよってたくさん言っていただいて、これまでにないくらい本当にたくさんの人に見てるよって言っていただけて、頑張っててよかったなって思ってます。湯川真由香です。この度 YouTube を始めることになりました。イエーイ。自己紹介をまずはしていきたいと思います。生年月日は、新高校3年生の17歳です。4月10日が誕生日なので、もうすぐ18歳になります。特技は、3歳からおばあちゃんに習っている日本舞踊です。踊ったりしてます、白塗りで。趣味は、映画を見ることで、最近見た映画はオタクに恋が難しいとラストエンターとプキュピアを見てます。もうちょっとしたら見たい映画もいっぱいあるので見たいです。で、出身地は京都です。高校で上京してます。なんだろう、京都弁は千春とかそういう感じだけど、地元に今は標準語で喋ってるけど、地元帰ると関西弁になります。血液型は測ってないので確かじゃないですけど、多分大型です。 YouTube はカフェ巡りとかと、あとは YouTuber さんとコラボとか、そういう動画が撮りたいなって思います。最後、まだ不慣れで緊張してる部分がありますけど、ありますが、楽しんで皆さんに見ていただけるような YouTube にしたいと思います。よろしくお願いします。バイバーイ。関東地方準グランプリのナスタイトです。今日は僕の家にある人形たちを紹介したいと思います。まずはスヌーピーですと、あとテッドもあります。そして最後にアメーバちゃん、この前もらったアメーバあります。僕の特技を発表したいんですが、僕の特技は太鼓の達人なんで、ちょっと普段チャレンジしてないこれを剣玉をチャレンジしたいと思います。いきます。ちょっと難しいですね。いきます。あー、くそ、おっしゃー、できました。まあ僕のこれからも応援よろしくお願いします。驚きと喜びと、水着のお仕事を本格的に始めるきっかけだったので、すごくドキドキワクワクした気持ちでした。中学校の時はバレーボールをしながら友達とふざけ合ってました。バレーボールはどこのポジション？1年、2年生の時はセンターペイ、分かるかな、日向翔陽みたいなやつでした。で、3年の時にエースみたいなことさせられてました。すごい、はい。で、高校でもバレー3年間続けて、1年でセンターペイ、2年で右側、3年でまたエースみたいな感じで。素振り、アピール任せてください。WWS チャンネルをご覧の皆様、林田真宏です。今日の私服のファッションポイントはこの大きめのニットです。
ちょっと萌え袖な感じとかモテそうだなと思って着てきました。はい、超10代のファッションショーに出るのは2回目なんですけど、私ラスト10代ということで若い子たちがたくさん出るんですけど、若い子に負けないように頑張りたいと思います。はい、この春気になっているアイテムはパーカーです。最近パーカーすごいハマってて、白と黒しか持ってないので、ちょっと明るめのピンクとか青とか春っぽい色を着てみたいなと思います。ポーズするってわけじゃないんですけど、なんだろう、ちょっとダボっとした女の子になりたいなと憧れてるのではい、一見ハマっていること、荒野行動です。これ iPhone のアプリで、なんだろうな、銃で人を撃つゲームなんですけど、ストレス発散になって毎日してます。はい、今回超10代にまた出させていただけることになりました。ありがとうございます。若い子たちのパワーをもらいつつ、私も頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。オリコンニュースをご覧の皆さん、マセリンです。狼ちゃんと狼くんには騙されないが、8月14日から毎週日曜日夜10時より放送となります。僕のありのままの一面が見れると思うので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。ミスマガジン2021ベスト16に選んでいただいた斉藤愛理です。18歳です。よろしくお願いします。はい、チャームポイントは白くてもちもちした肌です。特技は卓球を、小学校からやってたので、特技です、卓球が。そうですね、小さい、年少さんから小学校6年生まで9年間やっておりました。はい、全国大会にも何度か出させていただいております。そうですね、県の代表に何回かですけど、でも優勝はできなかったかな。残念。そうですね、グランプリに挑戦したいこととか、いろんなとこ行って写真撮って写真集とかカレンダーとか出してみたい。ハワイとグアム行ってみたいです。女優になることです。はい、木村佳乃さんがずっと好きです。一番デビューですかね。でも今年は1月22日の XJAPAN の YOSHIKI さんに楽曲をね提供してもらったので、立ち上げたきっかけというのは、5年前にガーナに帰っていて、その時2ヶ月滞在することになったんですけれども、その時に友達もすごく増えて、首都のアクラでご飯を一緒に 5、6人で食べていた時に、後ろから誰かに肩を叩かれていて、お金をちょうだいって言われたんですね。でこういうのをトーンからして子供だということはすぐに分かったんですけれども、ずっとこうあげないよって言っていて、しつこかったので振り向いた時に、その子供がまあおそらく5、6歳ぐらいの子供だったんですけれども、その時の自分に、同じ年の頃の自分にすごいそっくりだったんですよ。でその時にすごい衝撃を受けて、もしかしたら自分が彼だったかもしれない、でも自分は彼ではなく、こう自分として生きて、そして日本というすごく、まあ、経済的に恵まれた国に来て、でいろんなことに挑戦をするきっかけを得たっていう、それだけで幸せなことだなということを感じて、で日本に来たのはきっと何かの縁だと思う。で環境そのものがもしかしたら、人間に与えられた才能の一つかもしれないと思って、それを何が優れてるとかじゃないんですけれども、できることをその中でやるべきだと思って、その子供との出会いを通して、こう学校、この子供たちの教育とか、その子供、そういう子供たちを守れるこう個人というか養護施設を作っていきたいなっていうのが最初の始まりでしたね。自分はじゃあ何ができるんだろう、何があるんだろうということをすごいそれから1ヶ月ぐらい考えたんですけれども、もうできることはあまりなかったので、仲間たちを集めて、信頼できる人を集めて話をして、その時にじゃあイベントをやろうっていう話になって、でいろいろお客さんが楽しんでもらえることをしようってなって、で初めてこうイベントをやって、まあ、それが NG のこう基礎になったんですけれども、まあ、それ初めてイベント始めたのはちょうど思い立ってガーナから日本に帰ってきた後に4ヶ月以内に最初のイベントをやることになりましたね。僕自身ももしかしたらガーナに帰ってなければ、自分のもう一つの母国であるガーナに興味を持たなかったかもしれないぐらい遠い国だと思ったんですよ。
だけどやっぱそのそれを近くするためにはなんか勉強みたいなこととか押し付けてもしょうがないと思ったんですね。だから誰もが楽しめるイベントを企画しようと思ったんです。誰もが楽しめるイベントを企画してみんなが楽しみに来る、そこでちょっとずつガーナという国の文化に触れるツールとかそういうものを整えておくんですね。でお客さんが楽しみに来て楽しんでくれた代価がガーナにいる子どもたちの自立心につながるっていう、お互いが幸せになるイベントを作ればいいんだろうなと思って、それをずっと心がけて今日までやってきました。イベントは毎年何とか開催をして、その収益でまずその幼稚園が建てることができて、でこれからは中学校を作ろうと思ってるんですが、でそれで同じようなことをしています。これからいろいろ広げていこうと思うんですけれども、で今年の2月に社団法人として立ち上がりまして、でただそれだけじゃ物事は進んでるんですが、やっぱりこう人の距離が縮まってこないなと、日本とガーナの、それにあたってやり始めたのが夢の音プロジェクトというものなんですが、これはその日本にいる僕と何かの縁でつながった人たちにノートにガーナの子どもたちのメッセージや絵を描いていただいて、でそれをガーナに送ると、でそれを子どもたちにこう渡して送って、もらった子どもたちが、まあプロジェクトによるんですが、もうそれで終わりっていうことと、あとできるだけやってるのはもらって終わりじゃなくて何かを返そうっていうことをやってます。なのでもらった子どもたちが自分たちができる範囲の中で絵を描く、それを日本に持って帰ってくるっていう、で一人一人にお渡しすることはできないので、イベントでこう飾ってこう自分のノートをもらったのは誰だろうっていう写真を撮ったりとか映像を撮ったりして、それを収めたりして、でせっかくだから例えば絵心賞を決めようって言ってイベントでシールを貼ってもらって、絵心賞に輝いた子供に何かサプライズプレゼントあげるとかっていう、そうするとガーナにいる人と子供と自分が関わるわけがない、つながるわけがないとみんな思ってたところを、この夢の音プロジェクトを通してつながる、ただそうやってシーンを重ねていくだけじゃなくて何かこうつながり歩み寄っていくものをできたら、その方がやっぱりこう世界も変わっていくんじゃないかなって思います。まあもともとこのプロジェクトは地域に必要とされないことはしないっていうことが根本にあって、でもう倒壊寸前の幼稚園を建て直しまして、で本当嵐が一つ来たら潰れてしまうと、でそれをなんとか建て直しを終えて、その中にいる子どもたちは実はもう150人近くいます。で子どもたちがいて授業を受けていて、本当に前と比べてすごく安心して学校に通えて、で地域の子どもたちが幼稚園がきれいになったということで子どもたちが増えたんですよ。あんなきれいになったんだったら通わせようってなって、で週末の土日は逆に、教会がなくてすごい小さなところでいつもこう教会を開いて祈っていた人たちが幼稚園を貸してくださいっていうことで、土日は今度は教会として使われているっていう、本当にすごく現地に必要とされている幼稚園ができて、もともとそうなると思ったからやったんですけれども、やっぱそうやって形になったことがすごく嬉しいですね。ガーナは本当に日本から結構距離のある国なんですけれども、すごくこうつながっていることが、昔からつながっていることが結構ありまして、で本当に意外とこう身近な国だと僕は思っています。でやっぱりこの支援はもしかしたら少し遠いことに思うかもしれないですけれども、まずそのガーナにおいてはこうお金がないといい教育を受けられない、それが大きな格差を生んでしまうという現状がありまして、そういう子どもたちとかに対しては全くのサポートがないことがあったりします。なのでそういう子どもたちにこそいい教育を与えたいなっていうふうに思ってます。それがやっぱりこう皆さんにそういう支援していただいたときに、その子どもたちの笑顔だったり、そのいろんなつながりをイベントを通して皆さんにすごく伝えたいっていうのが一つです。そのイベントでガーナということの国の文化、その心の在り方とかいろんなものを皆さんが参加してくれることによってこうつながりを作ることができます。もう一つはやはりそのシードしていただくっていう形が一つ大きいかと思います。こう皆さんがシードとしてこう縁日の方にこう一つの種をこう耕す大地に送る種をですね、もし支援していただけると、それが必ずこう芽が出て木になって、いつか日本にも届く木になったら大きなこう日陰ができるのかなと思ってます。そういう形を通してすごく皆さんとつながっていきたいと思いますし、皆さんにもその Facebook だったりツイッターだったりいろんな形でこう拡散していただいて広げていただけると、この夢がものすごい
早い段階で叶っていくと思います。その夢が早く早く叶うことによって、こう皆さんが望んでた、こうちょっと期待していた世界がまたすぐに見られるっていうことにもつながってきて、なぜやるのかがすごく感じられると思いますので、ぜひともご協力お願いします。どうも、企画 YouTuber の岩崎奈美です。この度私岩崎奈美、こちらの週刊プレイボーイさんに、グラビアを掲載させていただきました。待望のでしょうそんなことない。見て、久しぶり、ほら4年ぶりってちゃんと書いてもらってね、嬉しいんですよ。なので今回はこのシュープレを自分で見てみたをやっていきたいなと思います。めちゃくちゃ気に入ってる写真ですこれ。なんかね、周りの女の子の友達とか、あと結構女性受けもすごいいい写真だった、うん、かなって。すごいよね、なんか本当にこうすごい遠くから見てもインパクトある、ね、すごいね、大変だったの結構本当に大変だったんだけど、めちゃくちゃ砂漠かってぐらい風吹いてたからな。すごいなって思ったの、これの時本当に大丈夫かなと思って、撮れてるかなって不安になるぐらい風吹いてて、もうさすがプロの技だなと思って。こんなにでも面積ちっちゃく、なんかお尻バーンって出したの、もう何だろうなと思って。私はね結構これが好きで個人的にはねこれが好きなんです。好きな色のね、なんか可愛い、自分我ながら可愛く撮れてるなすごい、ね、気になってる写真なんですよ ね。これはそう、これはあれなんですよ、こうバーンって美脚でこう出したんですけど、岩崎意外とおっぱいもあるよっていうのをね、みんなに分かってほしい、完璧でしょ、もうこのなんだ、この素晴らしい、いやもうね、全部入れてほしいやつは全部入ってるんですよ実は。なんかすごいね、純粋になんかみんなにこうシュープレのグラビアを見てすごい良かったよって言ってもらって、それがやっぱりなんか良かったなって思って、なんかせっかくなのでね、この YouTube でまだ出してないメイキングの映像とかを撮ったので、ないなごめんなさい、見てもらいたいなと思います。それではメイキングスタート。はい、コビットプロレスリボンプロジェクト、コビットプロレスの再生は私の運命デスティーノだと思っておりますので、これからも応援よろしくお願いします。楽しい面白いプロレスを見ていきます、よろしくお願いします。トランキーロ焦んなよ。皆さんこんにちは、青春キャラやってます中村まひろです。まひろんポーズ。私はずっと貧乳であんまりグラビアのお仕事をさせていただくことができないので、グラビア業界の皆さんに、貧乳の良さをしていただければなと思って叫ばせていただきました。私が1985年に初めてスイスに行きまして、もともとヨーロッパが好きで、いろいろなところへ行っていたんですが、だんだん他の国を行かずにスイスだけに最近はなってしまって、山を歩いてリフレッシュさせてもらってる国なんですね。で、写真の趣味というのは昔はなかったんですが、スイスにいる間にあまりにも景色がいいので、家族に見せたい、知人に見せたいと思っているうちに、カメラもだんだん一眼レフになってきて、三脚を持っていくようになってしまいました。それで撮りためたものはもう、1万枚をとっくに越しておりまして、その中から、皆さんにちょっとでも見ていただきたい写真展をやったらどうだという声をいただいたので、今回こちらのご協力を得て、やらせていただくことになります。高城慶です。6月22日火曜日、東京大田区民ホールアプリコにて13時と17時の2回公演、朗読劇島森の塔が上演されます。
ます。戦中最後の沖縄県知事島田明を演じます。この作品で県民の皆さんに生きろと言い続けた島田明の言葉を大切に、命の尊さを皆様にお伝えできたらと思っております。公演チケット、配信チケット発売中です。ぜひともご覧ください。今回の、まあ、CM にちょっとリンクしちゃうんですけど、僕はあのやっぱサーフィンして海に来ることが多いんですけど、まあ、あのビーチクリーンとかすごいやっぱサーファーと率先してやるんですけど、僕らはね今こうワンハンドビーチクリーンって言ってサーフボード片手に持って海にあるんで、それをね結構今こうサーファーの中でこう広まっててですね、まあ、みんなで集まってビーチクリーンやるのもすごく大事なことだと思うんですけど、まあこう一人一人がその場で簡単にできるビーチクリーンってあるんじゃないかなっていうところで、そのワンハンドビーチクリーンってすごくいいあの試みだと思うので、ぜひなんかその皆さんにもね、一人が広めればどんどんこう増えていくよね、もっと綺麗になっていくと思うので、ぜひやってもらいたいと思います。人知れずやってます。レ・ミゼラブル2024年度2025年度のオーディションの発表でございます。なんとこの公演は今の帝国劇場でやるレ・ミゼラブルの最後の公演になりますので、ぜひ皆さん夢を叶えたい方、そして何かチャンスをつかみたい方、この歌を歌いたい方、ぜひお待ちしております。このレ・ミゼラブル帝劇という劇場が、もうとにかくあの劇場が鳴るんですよ。この鳴り方がですね、出演者にしかわからない、この客席と一体感、そしてオーケストラと生オケでそれを進めています。その瞬間がね、もううわーっと最後になるので、もうポロ、今でももう思い出すだけでポロポロ涙が出てくるくらいすごく感動的な、レ・ミゼラブルが持ってる力っていうのかな、音楽の力が見れます。ぜひあの、ごめん涙出てきちゃったオーディションの思い出というのは、たくさん面白い楽しいオーディションもありますが、こんなことやってみよう、こんなことやってみよう、シチュエーションがどん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 変わってくるんですね。そんなことを言われながら、トライしながらやってみるというのも自分への挑戦だったり、それある意味その自分が持っていなかった自分の何かの蓋を開けてくれる瞬間だったりとか、本当に自分では考えられないチャンスがここのオーディションの中にはたくさん詰まってます。レ・ミゼラブルのオーディションを受けたのは1996年のことだと思うんですけれども、あの同期に本田美奈子もおりました、夏木マリさんもいたんです、同じ役で。私は絶対のこうでしょ、この格好でしょ、このスタイルでしょ、だから受からないと思ったんですね、全然ね。だけどね、あのよく見てて見ると、あのそのオーディションのこのオーディションを受ける前にあのレ・ミゼラブルの本を読んだんですよ。あのマダム・テナルティ、熊のような女って書いてあるんですね。え、そしたらジョン・ケイアドさんが、あの演出家さんだったんですけど、演出家さんジョン・ケイアドさんがあなたを10年待ってたって言われたんですよね。世界中がやっぱり原作に基づいてあなたのようなキャラクターを求めてたという風なことでね、そういう経験があります。挑戦するということは楽しいことですね。すごい若い力が出てきたらいいなと私は思っております。この役どうぞ差し上げます。この子そうだよ、目が見たかな、ない、それから保たれているような、これがちょっと悪に映っちゃったら、これはもう悪いやつだからね。それは51対49のもう僅差だよ、大体の人は。何かの瞬間にパーン、やっぱりオラ刑事なんだってさ、ところでしょ、それしかないから。だからそこの刑事というプライドがあるかないかだけで、そんな打つの簡単だし取るの簡単なんだけど、要するに刑事としてのプライドが許すか許さないかっていうだけだから、うん、あとはそれ言いたいですね。皆さんこんにちは、ラニミキです。
と今回グラビア撮影をシュープレ初させていただきました。全然まだまだ慣れない撮影なんですけど もう今回もプロフェッショナルなチームで撮れて、すごく素敵なものが撮れたので仕上がりが楽しみです。ぜひ皆さんにも気に入っていただけると嬉しいです。ではまた。つまり17、8年も前になるんですけども、日本テレビ系列でやっていたあの、電波少年という番組で、検証生活というやっていたのが多分、はい、あーっていう声が、上がりましたけれども、はい、それが多分皆さんが僕のことを認識なさった一番最初だと思うんですけど、ちなみにあの電波少年を見てたって方はどれぐらいでしょうか。あ、これは一気に数が増えましたね。まあ当然その前のね、お嬢ちゃん2人とか見てない。当然生まれる前の話なんでね。特にそのお嬢ちゃんたちは僕が人が出てきたびっくりした。これで僕から人が出てきたんですか。大丈夫ですか。あ、そうそうそう、なんか僕連れてかれるんじゃないか、電波少年の話をしてたから急に拉致されるんじゃないかみたいな、そういう話じゃないですね、吉田さん。大丈夫ですよね。そんなドッキリいらないですからね。よろしくお願いします。はい、まあその電波少年という番組が、あって、まあ僕はその検証だけで、生きていくという生活を実は1年3ヶ月ぐらいですね、ずっとハガキを書いて、生活をするというのをやっておりまして、その時にまあ、まあ、ある意味デビューというか、これ結構急に眩しいです。狙われてる感じがします。ちょっと、はい、ちょっと、なんか、あ、これが動いてるんだ。なるほど。今、言います。一回そうですね、来ていただいたのが、はい、ちょっと、はい、はい、ありがとうございます。はい、それがまあきっかけで、いろいろ、メディアに出させていただいたりとか、して、で、その電波少年という番組がですね、当時は、視聴率 30% を超えていたりということで、本当にたくさんの方に、見ていていただいていて、まあその番組があったきっかけで、まあいろいろ僕も、テレビに出たりというきっかけが、その後できてきたんですけども、その流れの中で、まあ実は僕あの福島県の、出身ということで、福島県だけでやるそのローカル番組で5年間ぐらい実は、レギュラー番組をやらせていただいていて、まあ福島県内でつらうらいろいろこうぐるぐる回る番組をやらせていただいていたんですね。その時に、まあ、本当に、福島出身ということで、福島の方から、あ、なすび君地元だよね、福島だよね、頑張ってねっていうお声掛けをたくさんいただいていてですね、あ、ふるさとってやっぱりいいところだな、いつかやっぱり恩返ししたいな、なんか福島のために、ふるさとのためにできることはないかなっていうふうに、思いながら、生活をしていたんですけども、そんな中で、2011年の3月11日に東日本大震災が起きました。まあ本当に、未曽有の大災害になり、僕はまあ正直、まあ、今住んでるのは東京に住んでるので、実際に地震があった時は東京、まあ、仕事で千葉にいたんですけれども、本当に、ものすごい揺れで、これはただ事じゃないことが起きたということで、僕も、思いを至らせるところがたくさんあった。まあその時にハガキ一枚一枚書きながら、本当にそれはあのその狭い部屋の中で誰一人いない、一人でずっとその孤独に耐えながら、ハガキを書き続けて、それを諦めないで1年3ヶ月続けられたその精神力があれば、まあエベレスト登山も、体力技術も必要だけども、最終的には本当に 7000m、8000m って酸素マスクをつけて酸素を吸いながら、辛い中一歩一歩、また息を整えて一歩一歩ってこう前に登頂を目指して、頂上を目指して進んでいくのは最初で孤独な戦いになると。でそういう戦いになった時に、体力技術よりも最終的に一番キーになるのは自分に打ち勝てるその精神力だ、それが必要だ。でその素質をなすび君にはの検証生活を見る限りあるかもしれないっていうふうに言ってもらって、まあ、まずそのじゃあ技術体力をつけるためのトレーニングをちゃんとしてみましょうっていう形で、そこから実は道が開けてきたっていうのがあって、本当にそこでまさかそのであのエベレスト登頂を目指す時にその過去の電波少年のその苦労が生きるなんて夢にも思ってなかったんですけども、20年近く経ってからそういうふうに生きてくることがあるんだなっていうふうに思えて、で実際に僕もその7000m、8000m って、歩いて本当に、息を整えて、また一歩また一歩って本当に辛いんですね、本当に苦しいんですけども、その時にふと
検証生活の時のことを思い出したら、あの時の方が辛かったと思って、やっぱまたもう一歩踏み出せたんですね。実際そういうことが、その過去の電波少年ということが今回のエベレストにつながるってことでやっていたわけではないんですけども、そういったことが実際にありえるんだなということも、その時に思えたりもしました。あとはですね、その批判とか非難されていた中の一つの理由に、エベレスト登山って実はものすごくやはりお金がかかるんです。学上で言っても何かことがあった時にやらないで、あの時やっとけばよかったなっていう後悔と、やって失敗して、やらなきゃよかったなっていう後悔だったら、あの時やっとけばよかったなっていう後悔がやっぱ大きいらしいんですね。なので僕は、ある意味、今日ね、ちっちゃいお子さんとかも何名か来てくださってますけども、本当に失敗を恐れずにいろんなことに挑戦していってほしいなっていうふうにも思ったりしますし、もちろん失敗しないに越したことはないですし、失敗するのを、最初から分かっていてやるのもバカかもしれないですけれども、でも失敗をしないで成功したことって、もしかしたらその成功の範囲ってある程度限られてしまうっていうのもあるのかもしれない。その失敗を経たからこそ得た時のその成功の成果っていうのが実は大きいんじゃないのかな。で、僕はこの3年間いろんなことも含めて、その過程とか経過も実はすごく大事なんですっていうことを言い続けてはきたんですね。さっき言ったように、その1年目より2年目、2年目、3年目って形でその支援の輪が広がっていったってことも含めて、結果が伴わなくてもいいんじゃないか、結果が全てじゃないっていうことも言い続けてはきてたんですけども、今回、こうして4年間、試練と苦難の中でもめげずに挑戦を続けてきた中で、登頂っていう一つの結果が得られた時に、こんなにこう波及力というのか、その伝わる、で大きな、ある意味たくさんの方々のこうお気持ちだったり心を動かすことができることってありえるんだな、やはりその経過や結果ももちろん大事、結果が全てじゃないけれども、その結果が伴った時にこういった大きな、達成感だったりというのか、そういうものを味わえるっていうこともあるんじゃないのかなっていうことは感じてはいて、やはりこの3年の、失敗も無駄じゃなかったんじゃないのかなっていうふうに、思えたりもしています。なので、その失敗を恐れず考えるよりもまず行動を起こすっていうことが、実はやはり大事なんじゃないか。ミュージックボイスをご覧の皆さん、赤瀬あかりです。私は前々からコスプレが趣味なんですが、最近でもずっとコスプレが趣味で、そんな趣味のコスプレを今回の MV でもざっくりやっているので、たくさん見ていただければ嬉しいなって思います。最近はアニメを見てる機会が多いので、あんまりコスプレに熱中はできていないのですが、漫画とかアニメをたくさん見ているので、またどんどんいろんなキャラクターをやっていけたらいいなって思っています。今回の声の行方もたくさん聞いてください。笠あかりでした。これからも頑張ります。よろしくお願いします。まずシンプルに嬉しいですし、一足先に、もちろん僕は出てる側の人間なので映画化発表するのも知ってましたし、皆さんドラマを見てる最中に映画化しないんですかとかいろんなコメントをいただけてたので、ようやく、最終回終わってしまう悲しさもありますけど、ドラマが、次映画あるよっていうハッピーなニュースを届けられたので、なんかトレンドにも入ってましたし、すごくありがたいなって思うのと、早く皆さんの、元へ行けたらなっていうふうに思います。次は映画館で。やっぱ始まり方とかも同じ、ドラマと同じなので、なんかドラマ見てる人は、これこのオープニングとか、なんか そういったものを感じれる作品ですので、見てた方も見てない方でも楽しめると思いますし、映画版は映画版で、ご飯が関連してくるのはもちろんなんですけど、どちらかといったらその会社でのあれだったり、おかずくんが新しく与えられたミッションといいますか、任務に全うする時のそこでのなんかアクシデントだったりとか、そういう仕事関連のこともすごく増えてきているので、
You know, sometimes sunshine turns to rain.
sometimes sunshine turns to rain.
挑戦者に捧ぐワイン庭師村雨辰政は人生を冒険になぞらえいくつもの顔を持ち合わせている。限界を決めず挑戦した方が時代に合っていると思うんです。未知なる自分を探求する Nine Lives Houston, get ready to celebrate Mother's Day weekend with Jagged Edge. Be back with my baby. Jagged Edge and Genuine.Live Friday, May 6th, Arena Theater, Jagged Edge. And Genuine. Friday, May 6th, Arena Theater. Get tickets at Arena Theater Box Office and Ticketmaster.com. Presented by Young Fly Entertainment.
now.
You know, sometimes sunshine turns to rain. Too seriously, I mean.
It's not like it's brain surgery or open heart. I mean, it's just singing. You're having fun. I'm going to do a song for you right about now. Very pretty song. A tune I'd like to do this song for all of you.